はい、皆さんこんにちは。劇団おじです。さあ、今回は楽天モバイルの話題になります。さあ、これがね、始まったみたいです。エントリー&初めてデータを20ギガ超過利用で、漏れなく1500ポイントをゲット。ということでね、今まで何、1000ポイントがあったの知らなかったけど、ね、2月1日よりポイントアップということでね、まあ、なんとも、こじきゼロ作戦。トラップだらけの誤課金目当て、ね、これはひどいもんだ、本当。この内容ね、本当、せっかく楽天モバイルって、ものすごくね、アンリミット、アンリミット2、ね、で、アンリミット5、ね、そうやってやってきて、で、まあ、石川でね、ジェレイでやって、わーっとね、すごい支持されて、キャンペーンもバンバンやって、支持されて、で、iPhone を扱える条件を300万人クリアした途端に、こじきいらねえよ、ペッペッって感じで、あの発言で内容を変えたわけです。で、そこで、ポポが、ブワーってね、どえらい人気になって、今、主役になってます。ね、でそんな中、こじきはいらないということで、その3ギガまで、要は1080円ぐらい、ね、で3ギガ超えたら、何ギガだかな、20ギガまでかは1980円、それを超えたら2980円、無制限というね、そういうプランが楽天モバイルです。で、この20ギガ超過利用、ね、楽天モバイルの平均で22、23ぐらいになったよっていう、ね、発表があって、おじいも取り上げたことがあるけど、まあ、平均的に言うと20を超えたっていう発表があったんだけど、20を超えてない、ね、おこじきさんに対して使えよ、ね、使えよ、もう使う気がなくても垂れ流してもいいから使えよ、ね、そういうのをね、仕掛け始めたっていう、まあ、そういうことなんだね。要は楽天モバイルってそもそもそのどれだけ使っても2980円で安いでしょ、無制限なんだよ、使っても使わなくてもね、オーバーすることはなく2980円税別でね、もうマックスこの値段で通信料金が固定できるんですよっていうね、これが売りだったんだよ、本来、ね。で、そこのところに無理やり持ってこうとしている。だったら、今までの内容いらないじゃん。だって、もう、3ギガまで980円という値段は、たくさん他のところで負けてるわけじゃん。高いんだよ。で、この20ギガのまでのプランだって、他に比べたら安いわけではなくて、高いんだよ。プラチナバンドを使えなくて使い勝手が悪いのに高いの、払うお金が高いの。だから本当ポイント目当てね、入ってることによってポイントの還元がっていうポイント目当てでも、どうせポイント目当てでしょこじきはっていうね、その発言通りそのこじきしかいないんです。だって楽天モバイルを使うメリットがないのに、3ギガまで20ギガまでプランでお金払ってる人は、こじき以外の何者でもないってことでしょ結局。ポイント狙いでしょ、ね、そのこじきに対して20、ね、超える癖つけさせるために、ね、要は犬の条件反射で、ね、餌を、ね、あげて、最初はただで、ね、ランプとかベルをチーンって鳴らしたら、ね、あ、餌がもらえるんだ、へーっつって。もう何も餌がなくてもチーンしてランプペンってつけたらね、ってよだれが出てくるね。相手と同じようにね、癖をつけさせる目的なんでしょう。で、このやり方が実にえげつない。ね、この内容がね、まあこの要エントリーね、本当楽天が大嫌いなのは、要エントリー。だおじはエントリーしないためにもらえなかったポイントはもう今までいっぱいあったから、あーって。でも毎月エントリーするものが無限に多すぎてもう嫌になった。だから本当ね、このもう
出し惜しみするんだったらやるなよって思うけど、もうそういうエントリーしたかったために悔しい思いっていっぱいしてるから、もう、もうそんなあの出し惜しみはもう嫌だってね。だからアマゾンしか使わない。アマゾンってエントリーしなくても、いやでも通常のポイントはくれるし、ね、で何かのキャンペーンがあるときには確かにエントリーは必要だけど、嫌っていうほどその説明の通り、まずは、ね、事前のエントリーもできるしね、あできるわけじゃん、ね、だからここからここまでの期間がっていうのがこうあるけど、楽天は全てのものに対して全部そうなんで、何から何までが。アマゾンの場合はたまに何かのキャンペーンの期間に、ね、倍増するよっていう、で倍増したくても生まれるものが結構特典が多いわけだよね、結局。だからね、もうまずこのねエントリーっていうのがもう大っ嫌い、本当に嫌、あの本当それこそ小じき根性で、これでこれで何のつく日で、何かのキャンペーンの時で何のつく日で、ポイントがベンベンベンってなって、で今ランクが食うだからみたいな、でマックスでお得に買うためにはみたいな、それだってあるじゃんね、そうやって教えてくれる人が商売になる時代だけどもね。でそこのところに入ると、もう1個でもかけたらもう嫌だとか、ああダメだとか、ああもうやめようとか、そこにはまるんだよ、もう沼に、ね、だおじいはそういうやってる人も振り回せる人も見てて、なんか外野で見ててって思ってね。で欲しくもないもの、あともうちょっとこれぐらいでランクアップのために言ってね、使いもしないものをねポンってこう買ったりするわけじゃん、結局。でそういうのがいつもね強制的に来るわけで、でしかもポイントをもらった男でも通常ポイントプラス期間限定ポイントだから、その期間内に使い切らなければない、いやもう欲しいもんないんだけどって、でも使い切らなきゃもったいない、なくなっちゃうみたいなね、そういう縛りに合うのがもう本当に嫌でね。だから楽天の期間限定ポイントなんてバカバカなくなってるよ、おじいの場合ね、本当いらないもん。もう、こじきこじきって三木谷に散々言われてさ、ね、そこまでしたくないもん。ね、まあ、そんなわけでね、まあ、大嫌いなエントリーがあります、ね。エントリー、後からエントリーしてもダメって、この期間からこの期間までってなんかあったら、いつエントリーしたっていいじゃないかって思うんだけど、エントリーは何のためにするんだ、これ何のためのエントリーなのっていう。ね。出し惜しみのエントリーだろ、これを見て、ね、ここをボタンを押さなかったバカはもらいが少ねえんだよへーみたいな感じで、そのバカの仕分けでしょ結局。違う、三木谷にバカにされてるんだよ、バカの見分けなんだよ。あーエントリー忘れたよーしー悔しいよ、うっかりしてたとか、ね、だっておじいだってさ、あのなんだっけ、このキャンペーンのまずはエントリーっていうから、みんなエントリーしようねっつって、でおじいはほらエントリーしたよっつって、でどうせやるんだったら月始め1日が一番男だから、月末でもし来ちゃったらそれでもいけ、大損だよって言いながら先エントリーしとこうってエントリー済みになってて、で1日になってパッて言って、おじい気をつけてエントリーした、エントリーこんなでやったじゃんって、月が変わったらリセットされてるよ、みたいな感じでマジみたいな、びっくりしたね。でアマゾンってほら表クーポンってあるじゃんね、であれ買わなくてもクーポンだけチェックしとくと、いつまで経ってもそれ有効になってんじゃんね、そういうシステムの話もね、楽天の場合って勝手に月末でリセットしやがるっていう、キャンペーン期間中に限らず、こういうトラップ、なんてえげつないことするんだと思ってね、汚いことしやがるなと思って本当ね。でここのところにね、細かいところでね、まあいっぱい書いてあるんだけどさ、これね、キャンペーン条件、これ123のこれね、これね、で本当これね、本キャンペーンの開始時点で楽天最強プランをご利用中の方、かつ
ご契約開始から一度も20ギガを超えたデータを利用したことがない、ね、でこれね、2月1日以降に楽天モバイル、楽天最強プランに新規に契約された会社は本キャンペーンの対象外になります。新規のお客さんが参加できないキャンペーンを始めるってどういうこと？で、これね、お一人様1回限り、お一人様1回限りっていうと家族みんなで1回かなと思うけど、エントリーした楽天 ID に紐づく回線が複数ある場合は家族とかね、過去にデータ利用量が20ギガを超えておらず、本キャンペーン期間中に初めて20ギガを超過した最もじゃない最初の回線のみポイント付与の対象となります。また過去に1回線でも20ギガを超過した利用があった場合は本キャンペーンの対象外となります。これね、だこれね、怖いと思わない？あのお一人様1回なんだけど、これの意味っていうのは、このお父さんのお父さんの ID があってね、で例えばずっとね、もう初期の頃からあの1年無料とかね、あの使い放題でこう使ったね、あのあれでお母さんね、息子娘おじいちゃんおばあちゃんってこうやってあの複数がある場合はね、過去にデータ利用量が20ギガをね、超えておらずだから、本キャンペーンに初めて20ギガを超過した最初、これね、最初の回線のみポイント付与になります。だからそのお一人様1回ではなくて、ご家族1回、要は。それに紐づく、ね、だってあの 1ID で5回線までね、あ今違うわ、今10回線までもしよあのなったんだ、確か増やしたんだよ、あの古事記ウェルカムのために、あの三木谷ってさ、ほら犯罪者のためにさすごい優しいじゃん、だからいろんな犯罪の電話をバカバカやるためにあの10回線までね増やしたんだよ。あの他のところって規制していろんな犯罪があるからね、どんどん入れ替わり立ち替わり、ほら飛ばし携帯とかいろんなのがあるじゃん。でゴロ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 やるから、あのもう限定してるんだよね、回線をね。ところがそれに逆行して増やしてるっていうね、あのいろんな詐欺の電話ってね、楽天モバイルが結構いっぱい使われてるっていうね、そう考えても不思議ではないよね。あのもう経費が使いたい放題ね、電話代かからないわけだから無料でね、これね怖いことだよね。その過去に1回線でもこういうことだよ、過去に1回線でも20ギガを超過した利用があった場合は本キャンペーンの対象外となります。だつまりお一人様10回線までも持てるんだけどもね、1回線でも20ギガを超過した利用が一度でもあったらアウトで、元気なおじいの場合は10回線以上契約してね、やめてるけど、その ID に紐づいた回線、解約回線が12、3回線ぐらいあって、で、どれ以降取っても、1回もまともに使ったものがないんで、検証でビーッと仕事検証しかやってないので、で、ジェルのまま解約したのもあるし、だから1ギガ超えたことないじゃないの、おじいって、おそらく、もしかしたら。ね、
なのでね、あの、おじいの場合は、1回も20ギガ超えたことはない。ね、20ギガどころか、あの、5ギガもしか出ないよね。本当3ギガもしか出ないよね。ちょうど軽量だけだからね。そんなわけで、もうその、ね、解約会社も含めて、その紐づいたものがね、要は、その、楽天モバイルのところで、履歴ってあるわけじゃん。その紐づいてる履歴があって、それ全部で、の中で20ギガをまだ一度もね、ない方。だ、有料があったわよ、本キャンペーンの対象外なんだよ。ああ、今生きてる回線で、今毎月3ギガ以内だから、いや、2回線持ってるけど、どれも行ってないよねって、ダメだからね、過去にあったらね。だからこの分かりにくい書き方。ね、分かりにくい書き方、このすっごい分かりにくい書き方で、お一人様一回限りって書いてあって、いや、お一人様一回限り有効なんだったら、過去に一度でも20ギガ超えてもその時のキャンペーンでポイントもらってないわけだから、で、お一人様一回なんないとおかしいじゃん。だってこのわからない書き方をして、で、だほとんどあの出戻りの小敷様も跳ねられる。え、じゃあ、あの、一回に、2980円の消費税払っても、1500円くらい、あ、じゃあ実質安いじゃん。じゃあ1ヶ月先やってやろうかって来ても、おこじきさん、過去の履歴でバーンって跳ねられたね。いやあねえ、おこじき残念だったな。へへへへってね、あの、腹の中で笑うんだろうね。きっと。おじいが言ってんじゃないよ。あの、三木谷が言ってんだよ、これね。で、まあ、以下のキャンペーンはね、不可でしょうっていうね、初めての3ギガ超過利用で500ポイント、これはないですよっていうね、重複できませんよっていうことなんだね。携帯料金払いすぎてないですか、ね、やってることと言ってることが、ね、だって20ギガを超えてない人に、ね、だって携帯料金がね、1980円までで住んでた人に対して税別で20ギガ超えて2980円の現金を取ろうとしてるんだよ。ね。よくよく別にあの期間限定のポイントかなんかわかんないけど、それをやる代わりに現金を手に入れようとしてる。だ、お客さんは税別で1980円もしくは980円しか使ってないお客さんに、ね、あんた一度でも大容量使ってないんだったら20ギガで2980円と消費税を払いなさいと。それを払ったら1500ポイントくれてやる、期間限定でって、そういうことなんだよ。だから携帯料金を払いすぎることでしょ、このキャンペーンって。違う、1100円余分に払うってことでしょ。違う。そんなわけで、ものすごいトラップだらけ。しかもこういうキャンペーンを見て新規で入ってくるお客さんは対象外、ね、あくまでも、ね、2980円を払ったことがない小敷対象、ね、で、そのアカウントで過去の無料キャンペーンとかでね、いっぱい使ってるやつも紐づいてるから対象外、ね、やるなよ、こんな出し惜しみするんだったら。だから楽天の大嫌いなところは、出し惜しみするんだったらやるな。だって楽天ってそのポイントを実際にもらえるまで開示と同じでね、エントリーしたかった、あーって脱落して、あー、1エントリーしてたから、あーあーあー、わー、いっぱいボロボロしてたから、あーって、エントリーしたかった、あーって、あーで、わー、いっぱい端から落ちてったよー。かわいそうになー、ダム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 って言うからね、いやー、よかった、エントリーしてな、みんな最後までちゃんとポイントもらいに行くぞって、あー、私過去に解約したのに、あー、あ、俺もだった、あ、俺も過去にしか、うわー、みんな
みんなで一緒にポイントもらおうって仲間だったのに、あーってね。ポイントをもらえるまでちゃんとたどり着ける人ってものすごい少ないから、開示よりも確率悪いよ。ほんとね、ほんとね、ね、三段バレリーナみたいなね、あ、バレリーナじゃないか、バレリーナだよね、バレリーナだよね、なんか真ん中でなんかくるくるって回ってて、三分の一をポロンしてね、こうグレングレンって、お昼頃になると磁石が強くなって、くるってギューって吸い出しちゃって、ベンって手前に入ったーってね、あそこに3分の1の確率入るだけでも大変なのに、そこからまたその下に このまた3分の1に入ったーから、またこっから最後にここに入ったなっていうね、開示ゲームみたいなやつあるじゃん、なんかね、ほんとね、汚ねえよな、ほんと。で、楽天のアプリでかければ無料になると思いつつ、ね、そうならなくて、ね、なんだっけ、楽天リンク、なんだっけ、なんちゃらっていうね、なんかフリーソフトがあって、アップデートのたびに対応できなくて、それをすればこれでかかるだろうって親に持たせていたらね、通話料金が何万円、3万いくらとか5万いくらとか、なんじゃこりゃーみたいな、ね、ソフトバンクとか、そういうところでね、通話放題の、あとほら、合理的通話プランとか、ああいうので1年間使ってるよりも高いお金を、なんじゃこりゃーで捉えるっていうね、うちの親は話好きだから、よく喋るから、楽天渡してきゃ、いや安上がりでいいやって渡したら、なんじゃこりゃーね、そういうお金がいっぱい、それでなんとか綱渡りしてるわけだからね、うん、まあそうだけどね、おじはこういう出し惜しみするんだったらやるな、やるんだったらみんなに平等にやれよ、それができないんだったらやるなって言いたいよね。本当ね、気分が悪い、こういうのは。もう応援する気にもなんないし、紹介する気にもなんないし、ね、本当に多くの人がね、楽天良くなってきたよって言いながら、応援する人はいっぱいいるけども、なんで増えないのかって、だもう腹黒がもう露骨に出てて嫌になっちゃうからだよ。みんなもうさすがについていけないんだよ、こんなもんばっかで。いろんなキャンペーンだらけで。ね、なんか、落としたらすっごい自分を責めるでしょ、バカ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 って自己嫌悪に陥るし、すっごい損した気分になるし、ね、だから楽天と関わらないことによってどんだけ解放されるか、本当だ、あま楽天で買い物をやめてアマゾンに絞ったおかげでどれぐらい今救われてるか、で今までずっと何から何まで全部楽天カードに紐付けをして応援してたのに、ポイントが全然還元されなくなった、あーと思って、何があって、いろんなもんが条件悪くなったり対象外になったりすごい変わったんだね。だからそれまでは楽天カードで毎月ね、全てのものを払ってるとやっぱ10万ぐらいは平気で払うわけじゃんね、特に入院した時なんかほらとんでもないお金かかるからね、それとかそういったものもさ、いっぱいね、キャッシュとかああいうの使う時も全部紐付けでやったわけじゃん。それがさ、それの 1% も来ないね、何十ポイントとか何数ポイントとかどうしてこうなったって、でみんな還元率があるとかいろいろ条件があってなんかあるから、なんだかでなんだかして、それでやらないとなんだかとか、あれエントリーとかね、あと支払い方法とか、なんかいろんなものでやらないとダメになったみたいで、だ今おじいメインで使ってるのはメルカード、メルペイじゃない、メルカードね。今もさっきすき家で牛丼買ってきたんだよ、昨日の夜と今日のお昼ご飯はすき家だったんで、レンちゃんでね、でレシートで30円割引のクーポンついてきてね、でおまけにメルペイで買うと1ポイント、さっき
なんだっけ、黒だれ白髪ネギだかのニンニクのなんだかって600いくらだったんだけど、30円引きで、でメリペイであのペイってこう払ったんで、カードでね、あの今ほら刺さなくても近づけるだけでピュッて、で全部それでやってるから、だから6ポイントつくんだよ、確実に 1% のポイントがつくんだよ。で、あの メル何アプリ、メルペイだかね、あのアプリで払うとポイントつかないんだけど、カードで払うと1ポイントつく、 1% つくんだよね。だ本当あのチャージしてでもどんな払い方でも、あのカード使う、そのカード使うと 1% は確実に戻ってくるんで、あの楽天カードなんてやってらんないよ本当ね。あの出し惜しみのね、もらえないポイントアップよりも確実に、いやでも何にもしなくてももらえる 1% をおじいは支持してます。うん、ね、そんなわけでね、そういう人いませんか、おじいだけね、おじい楽天応援してる、楽天応援しても裏切られっぱなしなんだもん、だって本当コテンパンに裏切られっぱなしなんだもん。で今おいしいキャンペーンが何もないじゃん、だって端末だって何も作らないし、ね、もうおいしくないじゃん。でルールでもういろいろほら上限がね、50% 引きかもしくは上限2万円って決まってるわけだし、でいろんなキャンペーンで、来たわってやってるから、全部でそれを超えるわけにはいかないから、法律で。だからあんな端末なんかやってらんないんだよ、ね、だからさ、で割引だって上限がもうどこのブランドでも同じなわけだからね、本当。だからそれをやるんだったら、端末の売り値の低下、要は通常販売価格を値下げして、そこからあの割引に巻いてやれば、まだやり方があるけど、ね、だからメーカー希望小売価格みたいなもんだから、メーカーごとでみんなほら、売り値が違うでしょ。それをもともと下げないとダメなんだよね。ただ本当今回のこういう内容って全部そのもう今解消に走ってるからね、本当ね。要はロイヤルユーザーを狙うって言って、こじきはいらないから、そのなんだっけ、1アカウントあたりの消費するお金の何だか率を上げるね、だロイヤルユーザーで固めるんだ、こじきはいらねえっていう、あのカフェレンスで言ってた内容ね。だからそのもう2908円使わないクズ小敷どもはいらねえぞっていうね、もうそこの締め出しにかかってるってことなんだよ。クズはいらない、ロイヤルユーザー以外はいらないんだっていうね。だ本当にね、その土台を作って応援していたのはあなたの言う小敷ユーザーがものすごく騒いで、小敷はちんちんどんどん騒ぐから、それを騒いでくれたおかげで成長したんだよっていう、そこの一番重要なところをね、勘違いしてるみたいだからね、ダメだね本当。はい、そんなわけでね、終わります。うん、まあ自己満足でやってるよって感じだね。終わり。皆さんのご意見も待ってます。